6番目です。えー、1932年右翼の決命団員が井上淳之助前大蔵大臣。段拓馬空乱事長を暗殺し、同年5月15日には海軍青年将校の一団が犬飼強首相を暗殺するという事件が起きた。空欄に該当する語を知るせ。では5秒あげますから考えてください。どうぞ。では早速行きましょう。答えは、ドン。 はい、えー、三井合名会社です。えー、まずですね、えー、日本が、はい、いわゆる金本位制に戻った、金解金をした頃ですね、えー、世の中は、ま、世界恐慌の煽りを受けていたんです。で、なんとイギリスがですね、金本位制を逆にやめてってるんですね、金融禁止ということは、世界が金本位制をやめたということは、日本も金本位制をやめなきゃ、日本だけ金と交換できると、金が流出してしまいますよね。そこで、三井などは、 日本の金融出最近資金本移送をやめるだろうということを予測して、えー、金本移送をやめるということは、日本のお金は金と交換できないから金の価値が落ちる。つまり、円安になるんじゃないかだから、今のうちにドルに買いとこう。ドル買いを行ったんです。で、実際に日本は金本移送をやめたんですよ。だから、えー、うまく立ち回って利益を得たのが、まあ、三井だったんです。別に三井が悪いわけではないんですよ。うまく立ち回ったわけなんです。しかしながら多くの人々は、 えー、当時、昭和教皇といって非常に、まあ、苦しい思いをしていたわけですよ。だから、まあ、それもあって、結局、えー、この決命団事件で狙われたわけです。決命団っていうのは、井上日商という人が率いる組織で、一人一冊主義。まあ、この世の悪い奴を一人ずつね、えー、やっつけていけば、世の中は良くなる。それをスローガンとしていたんです。で、まず、うこの井上淳之助さんがですね、えー、選挙のお、まあ、いわゆる応援説、みたいなですね、こう演説ですね、して、 その、出てきたところで確か撃たれたんですよね。ええー、ま、この人が撃たれた理由はなぜかというと、金解金をしたから。つまり、この人のせいで、昭和教皇になったと。まあ、思われたんでしょう。そして、三井合名会社。はい、これですよ、今回出たの。の理事長。ええー、三井合名理事長。だから答えは三井合名会社。会社の名前ですから、ここですね。の理事長の段田熊さんが、ああ、撃たれます。この人の撃たれた理由は今言ったように、えー、ドル買いをしたからなんですね。 だからまあ一応この話を知らないと、えー、なぜかっていう理由がわからないと思うので、まあここから流れとして押さえてほしいと思います。7番目です。えー、軍武力の対等に関連して、立花幸三郎が創設し、五一五事件にも関わった市教育の場として正しいものはどれか。えー、一つ選べ、該当するものがなければ顔をマークせよ。これも恒例の忘れルのパターンですね。えー、では5秒上げますから考えてください。どうぞ。 はい。では、早速行きましょう。答えは、ドン。えー、愛教塾です。まあ、この頃、まあ、はいろんな右翼団体みたいなものが作られてまして、その一つが、まず、有存者。有存者は北一揆さん、そして大川修明が作った国粹主義団体ですね。まあ、これはこの、あの、説明ということになります。えー、その他、国本社という団体があって、平沼紀一郎の総理大臣となる人ですね、が設立し、日本ファシズムの総本山となった団体です。 で、結命団はさっきやりましたね。これは井上日章さんが中心だという話。桜会もやりましたよね。これは、あの、橋本金五郎さんが中心の陸内の秘密結社ということになります。で、今回は、この、は立花幸三郎中心の愛教授、これですね。が、海軍青年将校らとともに、えー、犬飼剛を殺害したのが、えー、51号事件です、えー。これをもってですね、えー、県政の上道というですね、 いわゆるだ、1番目の政党ですね。第一政党もしくは第二政党がですね、交互に政権を担当していくという監修。それが、終止符をフすということになったわけです。はい。犬飼強さんです。尾、えー、崎幸雄さんと一緒にですね、県政の2つの神様、県政の二神なんて言い方をしますね。まあ、第一五権運動の時にもね、活躍していた人です。では次に8番目です。 斎、えー、藤内閣は日番議定書を提携して満州国を承認した、えー。この間国際連盟は中国からの訴えで調査団を現地及呼び、えー、関係国に派遣し、その報告に基づき日本軍の空欄内への撤兵などを求める勧告が提出された。空欄に当てはまるごくを記せと。はい。では5秒あげますから考えてください。どうぞ。 はい。では、早速行きましょう。答えは、はい。満鉄付属地ということになります。では、まずですね、えー、そのあたりを見ていきましょう。まず、はい。立ン報告書。これをですね、まあ、国際連盟のですね、臨時総会で、まあ、承認されます。えー、中身ですが、満州国の不承認。そして、日本の満州における権益は認めてます。えー、満州における権益とは、いわゆる満鉄は元々、ね、もともと、ね、西の戦争の後からですからね。 えー、そこで、そのマンテスの周辺の都市、マンテス付属地内への撤避を求める立ン報告書に基づく勧告を採択。ということで、今回これがこれです。ということで、いいですか全満州から出れけど言ってるわけではないんです。マンテスの周辺に出れけど言ってるわけですね。それが今回のものです。意外に難しいですよね。はい。で、四、えー、42対1対1で、まあ、タイが危険。これも一応ね、えー、覚えておきましょう。間に合わなかったんです。さっき言うとね。 で先ほども出てきました松岡洋介さんが反対表明の後退場していきます。で、国際連盟の脱退、通告が1933年です。で、これで国際的に孤立ということになります。ちなみにですね、えー、正確にはですね、脱退、通告してから2年後に正式脱退というふうに決まってるんです。ですので、えー、一応33年に通告してます。 ですが、正式の脱退は1935年ということになります。はい。でですね、えー、実は、まあ、これは日本と国際連盟の話ですが、日本と中国は同年ちゃんと話し合ってるんです。それが、タンク停戦協定というものなんです、えー。この結果ね、国民政府はなんと日本の満州支配事実上を目認してるんです。では、このタンク停戦協定とは何か、意外にこれね、えー、出るんですけど知らない人が多いです。 えー、わさびはここら辺のタンクとか空欄に当てて、急速で出していることもあります。まずこれによりますとですね、はい。日本は、万里の頂上より北側に撤兵すると。そして、えー、万里の頂上の南側に、日本でも中国でもない非武装地帯を設定する。というのが実態なんです。つまり、もう、非武装地帯を作ることで、日本と中国がすぐ制して揉めないようにしようということにしたんです。じゃあ、ちょっと何なのか。 見てください。まあ、これがそれです。まず見てほしいんですが、これが万里の頂上です。はい、万里の頂上です。はい、日本は万里の頂上より上に鉄兵する。はい、さっきやりましたね。熱化症をここにあります。ということは、基本的にはですね、はい、満州は実質認めるよって言ってるわけですよ。ここから上は OK なんですが。で、この下に、 日本でも中国でもない場所を作る。それがこれ。この非武装地帯ってやつですね。えー、後にここを紀藤防教実施政府という名前にして、で、直接接して戦争にならないようにしようとしたわけです。しかしながら実際これは、ある意味日本の海儡政権になってしまうわけですね。はい。9番目です。えー、515事件で倒れた犬飼内閣の後継内閣は衆議院における 1> 第1党の党首が組閣するという1924年成立の加藤隆明内閣以来の原則を適用すれば、第1党の立憲政友会による内閣が成立するはずであったと。しかし軍部が政党内閣事実に反対したことから、組閣の解明は海軍大将の斉藤誠に降下し、ここに立憲政友会、立憲民政党を与党とする空乱内閣が誕生した。 空欄 A に入る語句を漢字用字で記入しなさいと。はい。では5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい。ということで答えは、ドン。えー、挙国一致内閣です。はい。ということでまずこの斎藤幕と内閣ですが、言動西洋寺金持ちの推薦により所属した、所属した挙国一致内閣で、挙国一致内閣とは何かというところです。えー、様々な勢力や、 政党から官僚を出す。まあ、いろんな人がまとまっていこうということです。と言ってもなかなかわかりにくいですね。では、早速見ていきましょう。まず、まあ、首相が斉藤さん。そして、大倉大臣が高橋小力夫。えー、そして、文部大臣が鳩山一郎。で、ここを見ると、はい、立憲政友会から3名出てます。 そして次、内務大臣、それから拓務大臣が立憲民政党。これは色変えましょうか。えー、対局する政党ですね。だから本来であれば仲が悪い二つの政党から出てるわけです。まとまっていこうということですね。えー、そしてさらに、はい。ここで、はい。今度は貴族院わけです。貴族院からもこうやって出てますね。えー、ということで、政友会、民政党、貴族院そして、ここは官僚枠ですね。官僚枠。はい。そしてここが、はい。軍枠ですよね。 ということで、もうありとあらゆる人がまとまっていこう内閣ですね。これを挙国一致内閣と言います。ただし見てわかりますよそもそも相反する政党から出てるということは、これは閣内不一致が起こりやすいということですね。えー、基本的にですね、戦前は閣内不一致の場合はすぐ総辞職ですから。ということを考えると、かなりこれから考えるように、内閣運営がきつかったということが予想されます。 で、えー、ちなみに、ここからは基本的にこの共国一致内閣の、まあ、流れを組んでいくことになりますので、えー、非常にだから、あ長期的な内閣がもう厳しくなってくるということなんですよね。